とまあここまではね、やってきたわけですけど、この後はですね、アメリカの南北戦争に入ってきます。この地図で分かるようにアメリカではですね、このオレンジ色のところ、この東のアメリカの今のマップの東側の方13州だけが、まあ、一応独立してる形になってるんですね。ここしかアメリカないんですよ。でですね、この頃のアメリカっていうのは南と北で色合いが性格が大きく違うんですね。まず北部っていうのは工業中心なんですね。で南部っていうのはまあ農業中心でやってると、綿花とかね、そういうのを作ってますね。でさらに連邦政府を中心にしてですね、アメリカファースト、アメリカを強くしたいっていうのが北部、逆に南部は各州の力を強くすればいいでしょうっていう、まあ、今のアメリカに割と近い感じではありますよね。まあ、今のアメリカの共和党と、民主党の二大政党みたいな構図に近いのかなってなんとなく思いますけどね。それから南では黒人奴隷制度を推奨している、まあ、いわゆる奴隷州。北では黒人の奴隷制度を廃止しましょうという、まあ、自由州というやつですね。南逃亡奴隷法っていうのは勝手に奴隷が逃げないようにする法律を作りますよと。北では逃亡奴隷法に反対しましょうという感じで、北と南で大きく色合いが違うんですけど、まあ、これ一旦ちょっと線引きしましょうよってなったのがミズーリ協定ですね。ミズーリ協定で一旦線引きをしようということになりまして、なりまして、これでちゃんちゃんで仲良く平和に暮らせるんじゃなくて、ここからまたですね、史上最大の南北戦争の引き金になっていくんですね。つまりきっと北部はですね、こういうふうに近代化を目指していると、南部は昔ながらのやり方を貫こうとしているわけですね。でそこに出てきたのが北部のリンカーン。リンカーンっていうのがですね、まあ結局大統領になるわけですよね。大統領に就任する。でいや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 ということはですね、南の方はですね、ジェファーソンっていうのは連合国のトップに立つわけですよ。で北はアメリカ合衆国で、南は、南部の方はアメリカ連合国っていう、なんかちょっと新しいねアメリカを作っちゃって、まあ、2つの国っていうんですかね、2つの国が一応対決するような構図になっていきます。でですね、まあ、いろいろあってですね、この南部にサムタ要塞っていうのがあってですね、これが急に寝返って北部に忠誠を誓おうって言い出すんですね。要するに北部の奴隷解放、奴隷をね解放してあげようっていうのに強く共感して、まあ、北部に忠誠を誓おうっていうことになっちゃったんですよね。で当然南部は裏切ったわけですから怒りますので、サムタ要塞をね、ガンガンガン攻撃してくるわけです。でサムタ要塞の長官がですね、これちょっと耐えられないっていうことですね、リンカーンにね助けてくれないかってことでね手紙を出します。でリンカーンはよし分かった、サムタ要塞を助けようってことですね。これを皮切りに南北戦争が始まるんですね。で南北戦争を勃発と。でですね、北はそんな士気高くないんですよ。まあ奴隷をね解放してあげればいいんじゃないのみたいな。で南はですね、何としても奴隷を守りたい。つまりですね、奴隷を解放しちゃうと自分たち の農業中心なんで、その生活がままならなくなるって恐れがあるんで、当然自分たちの生活を守るために士気は高いんですよ。でですね、これが史上最悪のアメリカの戦争と言われる、アメリカ史上でも最も死者を出した62万人の死者を出したと言われる南北戦争の開始なんです。一番有名なやつはゲティスバーグの戦いだと思います。何とか聞いたことあると思いますけど、その他にもですね、いろいろな戦争をやってるんですよ。覚えなくてもいいんですけど、まあ、ざくっと言うとですね、第一次ブルランの戦い、これは合衆国が負けて連合国が勝ちます。で第二次ブルランの戦いでギリギリ連合国がまあ判定勝ちみたいな感じで勝ちます。でアンティータムの戦い、これが3番目ですね、これ合衆国が勝ちます。でフレデリックバークの戦いで連合国がこれをギリギリ勝ちます。
ではチャンセラーズビルの戦いで、これも連合国勝ちます。そしていよいよやってきましたクライマックスのゲティスバーグの戦いで、これでついに合衆国が勝利を収めます。でですね、奴隷かわいそうだから奴隷解放宣言を出そうということでですねやるんですね。だけどですね、リンカーンは本気で奴隷を解放したいのかっていうと、そんなこともない感じだったんですよね。むしろなんていうんですかね、貿易をうまくやろうと思って策略家なんですよね。貿易をアメリカでうまくこう公営させようとして、繁栄させようとして、でそれの、材料と言ったら言葉は悪いですけど、それで黒人の奴隷解放宣言を出して、これヨーロッパに対して我々はいいことをやってるんだっていうことをアピールするわけですね。でヨーロッパの戦力をなんとか引き込んで、我々リンカーン軍が勝つように仕向けようとする、なかなかの策士なんですよ。そこで出た有名な演説、彼らがここで成したことを決して忘れることはできない、ここで戦った人々が気高くも勇敢に推し進めてきた未完の事業に、ここで捧げるべきはむしろ生きている我々なのである。我々の目の前に残された偉大な事業に、ここで身を捧げるべきはむしろ我々自身なのである。それは名誉ある戦士たちが最後の全力を尽くして体を捧げた偉大な大義に対し、彼らの後を受け継いで我々は一層の献身を決意することであり、これらの戦死者の死を決して無駄にしないために、この国に神の下で自由の新しい誕生を迎えさせるために、そして人民による人民のための政治を地上から決して絶滅させないために、我々がここで固く決意をすることである。とこんな感じで奴隷解放宣言を出して、一気に民主の味方を増やしたわけですね。それでですね、いわゆるこの有名なゲティスバーグの戦いで合衆国が勝利します。で士気が高くなって、南軍がどんどんね戦線後退していくわけですね。で次にですね、アポマトックコートハウスの戦いで、南北戦争が終結します。で62万人の戦死者を出して、黒人奴隷制度の廃止、そして南北のアメリカ統一と北部大勝利で終わって、これでアメリカが北部中心に、現代のアメリカに近い形で動き出すということですね。でアメリカ統一した後に、リンカーンが5日後に暗殺されます。せっかくアメリカを統一したのに、劇を見てたんですね。そしたらボー君が後ろからリンカーンの頭を拳銃で撃ち抜くんですね。ボー君はいつだってこうやって死んでいったぜっていうような言葉を残して、リンカーン暗殺されるわけですね。せっかくね一生懸命やって、南北統一したリンカーンで、結局ね北軍が勝ってアメリカ統一して万々歳に終わったんですけど、リンカーンは死すと。これが歴史の大きな流れですよね。さあいかがだったでしょうか。ここまでやってアメリカの独立戦争からフランス革命に移って、最後はですね、ざくっとアメリカ最大の戦争と言われる南北戦争をやったわけですけど、これでね革命の時代と言われるのが一区切りに世界史でなります。さあ、今日のね授業は簡単にここまでにしておきます。次回はですね、その後の帝国主義などの話をできればなと思っております。このチャンネルが良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた。